皆さんこんにちは。こんにちは。今週のお便りの動画でございます。 お便り動画でございます、毎週ですね、私のツイッターアカウントでゲリラ募集させていただいておりまして、今週も、ゲリラ募集させていただきました毎回5通の方読ませていただいてるんですけれども、読ませていただいた方にはマックスブラインの防水ケース、あとは MVP に選ばれた方にはプラスアルファでマックスブラインのモバイルバッテリー持ってくるの忘れました、急いでたから充電をですね、プレゼントいたしますので、後日アップバンクスターから連絡をさせていただきますのでお楽しみに。今回のテーマはですね、先日、2月27日アップバンクの子会社として新しく、設立されましたアップライム株式会社、はい、代表取締役スプリング真央さんにお越しいただきました。ありがとうございます。本当にですね、あまりにも激務すぎてですね、カレンダーを見ても空いてる時間がこの30分しかなかったということで社長もう今日だけ30分今日の 時間、時間がなくなったらもうすでにあのコンコンコン社長次の予定がどうぞどうぞで、そんな忙しい真央ちゃんに、はい、ほらほら、お昼ご飯。あ、ありがとうございます。ランチパック。ありがとうございます。ゴーリキの気持ちで食べ。ゴーリキの気持ち。あとはデザートな、はい、シュークリーム。はい、あ、ありがとう。食べ。これ、でもだって食べながらはあれでしょ。大丈夫だよ、時間がないんだよ。社長にお時間がありませんから。時間がないんだよ。社長にはお時間がございませんから、ちょっといい。そんなあの社長にあの本日は313通のお便りを届いておりました。ありがとうございます。テーマが社長に就任したスプリングマオにエール。エールを。ちなみにすごいたくさん届いた。300通も来たもん、すごいね。皆さんちなみに何度も言わせていただきますよ、私は社長ですそうそうそう、みんな村井さん辞めたんですか、うん、いや、アップバンクっていう会社があって、子会社にアップバンクストア株式会社とか、うん、今回新しく作ったアップライムとか会社があるわけですよ、うん、そこの社長が真央ちゃんです、うん、はい、アップライムのスプリング真央です、ね、あの私は唐揚げくんいただきます。あ、豆とも1個いるってますか。大丈夫ですか1通目のお便りから読んでいきたいと思います。早速、はい、1通目ガオゾウさんからのお便りです。真央社長、社長就任おめでとうございます。ありがとうございます。これまで心血を注いで作られたアプリたちは、本日の社長就任を飾る芸術品として輝いています。言い過ぎじゃないか。なんかすごいです大丈夫かガオゾウさん、割と言い過ぎじゃないかガオゾウさん。深夜遅くに、更新作業をして最新ダンジョンの詳細、最新ダンジョンの詳細な情報を届けてくれましたね。本当に助かりました。見えないところでの仕事が大変なのに、ニコ生や、地方イベントの出席など不満を見せることなく笑顔で後輩を歌う姿に、見る者を、いや日本全体を元気にしてくれていると感動しました。あ、何この嬉しいメール。今日はちょっとまあちゃん揚げの日だね。すごい、そういうお便りだらけでしたよ。今回任された責任は重いけれど、多くの真央社長ファンが支えていますので、ぜひその実力を発揮願います。めちゃめちゃ期待していますとのことです。ガオゾウさん、ありがとうございます。めっちゃ褒めてくださってるね。ありがとう。もっと食べて、もっと食べて社長にはお時間がないんですけど、もっと食べてこの後ももうすぐ予定後ろ詰まってますから、打ち合わせでね。ガオゾウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2通目いきます。コメントよかったら、あのこのお便り、なんかいろんな方面からのお便りちょっと選抜したんですけど、うん、このお便りはそのあげ、ね、いや全部あげです。基本全部あげだけどあのアプリの更新とかの話とかもね、すごい使われてた方なんでしょうね、うん、そのありがとうございます。ちょっとコメントいきますか。いや夜中まだ仕事してますからね今もね。でもまあ私もだよ。してます、うん、マックス村井さんも昔だって家帰ってから日記書いてる。あ、そうですよ、うん、社長そうなんですよね、うん、まあでもちょっとチームも大きくなったんで、まあ、スタジオ村井もねすごい人増えてるじゃないですかなんでこんな増えたよ、ね、いきなりめっちゃ増えてますよ、ね、そう毎週新しい人いるなんかあれ 2,3 人いるあのアップライムも人増やしたのでめっちゃ増えましたよね。パズドラの更新体制とかいろいろ変わっていきます。であと新しい企画とかももっともっとその私が動けなかった分もっとね任せて、新しい企画だったりアプリのアップデートの回数が多くなったりとか、もうちょっと派手なアップデートになったりよ社長できるように頑張りましょう。頑張ります。よ社長。なのでアプリ使っていただいてる皆様、引き続きご期待ください。ご要望受け付けております。社長ツイッターで全然 OK です。私のツイッターとかあてにどんどん、うん、気軽にお話してください。お願いします。はい、お願いします。1通目がガオゾウさんでした。ありがとうございます。2通目いきます。はい、スプリングマオ応援団長さんからのお便りです。村井さん、モミルトンさん、そして社長就任の小川雅美さん、こんにちは。こんにちは。
毎度毎度お便り動画楽しく見させてもらっています。今回のテーマは真央ちゃんの社長就任記念会ということですが、最近の真央ちゃんはいろんな意味で体を張っていますね。ムライブの新コーナーであるスナックマンスナックマンは初回にもかかわらず放送ギリギリの爆発っぷりを見せたり、大阪ロケのあの件はいろいろ苦労しただろうにでもそんな真央ちゃんだからみんなは支えてくれているんだと思います。これからもありのままのスプリング真央でいてください。長文失礼しました。あーなんかありがたい。これ主にニコ生の、そうですね、ニコ生の私についてですね、まあ、不甲斐ないね、社長なのに味がわからないとか結構不甲斐ないな、もうまずいな今度社長対決があるということであるの。いや中条さん言ってませんでした、社長対決。いや妄想だよ、妄想ね、あいつの妄想で、金髪の妄想で、あもうやらない。いやね、あれはねちょっと本当恥ずかしかったですけどね。でもまあ私の場合は結構仕事していてなんですけど、もともと自分ができないこととか苦手なこととか分かっているつもりなんですね、うん、でそれをもう最初から言っちゃう、うん、みんなに、チームのみんなに、うん、私こういうことできないからごめんねって。でもそのために君はこういう仕事がミッションだから私と一緒に力を組み合わせていいものを作っていこうとか、うん、こういうふうに仕事を解決していこうみたいな話を最初からしちゃう、うんうん、素晴らしい。だから私は結構しょうもないなって、いやいやいや、みんなに思われてるかもしれない。真面目か、え真面目思われてるかもしれないけど、でもすごい そういう感じ。そこがすごいね、全部なんかできる風になんか知ったかして上から言うんじゃなくて、できひんから君に任せたっていうその人の使い方がすごいですよね。なんかね、そんな感じのお便りをね、次でもね読もうと思ったから、じゃあ3つ目いっていいですか。はい、行きましょう。ありがとうございます。れいかさんからのお便りです。食べた、うん、真央ちゃん社長就任おめでとうございます。真央ちゃんの温かくも優しい人柄が私は大好きです。真央ちゃんの元で働ける人は本当に幸せだと思います初めてのことで不安もあると思いますが頑張ってください。フレーフレー、れいかさんからのお便りです。れいかさんありがとうございます。ここいるのは、まあ、お二人とも社長じゃないですか。あのこのれいかさんのお便りに私一つ付け加えて言いたいんですけど、この会社の中で私ね、この二人こ、まあ、上司じゃないですか、二人ともこの上司が多分一番なんだろう、あの理想の上司なんじゃないかと思ってる。なんていうの、働きやすいみたいな、この優しい下でいる人たち、そうなんかね、部下のいいところを見てなんか何うまいこと使って使える。宮さんとか厳しいから、ね、宮さん厳しいから、ね、怖い上司詰めてくるから、ね、詰めてる。ああいう あれはね働きあれは働き怖いそう、怖いやつ。だからね、真央ちゃんの下で働いてるね、この部下たちがいかに伸び伸び働いているか、はい、まあ、うちみんな言いたい放題だからね、うん、結構言いたい放題だから閉めるとか閉めないといけないそこは閉めるとか閉めようと思ってるんですけどね、うん、まあ、自由だよね。自由ですよね。でもその提案がないと私も自分で提案できることとか考えられることって限界があるから、うん、もうね言えばいいって思ってる、うん、食べてる大丈夫食べてる社長、お次はお時間がもうだいぶ10分ぐらい経過してますから社長はなんかないんですか、社長論は。あ、そう、社長として社長論を、おお、ぜひ伝授私に、うん、先輩社長、村田社長長いじゃないですか。長い。私社長何年、2006年からずっと社長として。9年。あ、9年か、うん、9年間社長として。すげえちょっとだけじゃあ真面目な話します。来た、ありがとうございます。すごい真面目な話します、はい、結構真面目な話します。お願いしますそのなんかな、真面目すぎんだけどな、すげえ真面目なんだけどな。その会社っていうのはさ、この会社はやっぱりね、社会活動として、経済活動としてね、行われているので、そのお金を稼がないと当然回らないわけだし、みんなもね働けないわけだし、みんなにもそれぞれ生活があるわけで、でやっぱりいろんなお客様にこう愛されて、
ね、その愛される仕組みを継続してとかいろんなことを考えないとダメなわけじゃないですか、会社を続けていくためには。で、会社にとってお客さんは誰なのかって考えた時に、例えばアップバンクストアとかはすごく分かりやすいんだけど、お店に足を運んでくれて物を買ってくれる人ってのはお客様なわけですよ、当然。だから会社としてそのお客様を大切にするってのは当たり前なんですけど、その会社のお客様っていうのはね、同時にその従業員もお客様であって、働いてくれる人たちというのももう本当に大切なお客様なわけですよ。だからその実際にお金をね、その使ってくれて楽しんでくれてっていう人に対してサービスを考えるというか、もうね満足してもらおうって思うのと同時に、その従業員の人たちにもその会社に対して満足を得てもらうというか、それはやりがいであったりとか収入であったりとか、まあ人によってやっぱりこう働く時の価値観とかっていうのはいろいろあると思うんだけれども、その人それぞれに合ってやっぱりその会社で働いて、ここの会社で働けてよかったなとか思えるようなその満足みたいなものは、やっぱり会社としてはね、そのお客様ですから、従業員の人も、だから同様に考えんとあかんわけですよね。で、そのまあもうちょっとめんどくさい話をすると、なんか例えば株主も同様にお客様であったりとか、まあ3つ大体の会社ってのはお客様がいるって、株主と従業員とその実際にサービスを使ってくれるお客様だみたいな話があるんですけれども、で私はですね、もう9年ぐらい社長をやってますけれどもね、そのどちらかというと、もう動画とか見たら分かるかもしれないんですけれども、その基本的にはもう黄金比率でさ、3社をさもうきっちり綺麗にこうなんかピラミッドを作らないといけないわけですよ、うん、もう60度60度60度でピシッってこう三角形を作ってバランスを取って会社を作らないとダメなんですけども、私は比較的なんかね従業員寄りなんですよ、うん、あそのお客様よりも、うん、でそれはアップバンクがメディア企業であるから、情報発信する、ね、会社じゃないですか、コンテンツを作る会社じゃないですか、まあ、お客様を楽しませてやっぱりなんぼだっていうのは当然あると思うんですけど、それ以上に楽しませるためのこう原動力となる、ね、お客様であり、かつコンテンツ発信 の、 その基礎基本の基本でもあるそのメンバー従業員こそがまあ一番のお客様だろうな、よりなんか私の中でも優先順位はもうその外のお客様よりもなんかより中のその演者であったりとか編集者であったりとかっていう風に私はまあ重きを置いちゃってますよね。ただコンテンツを作ってる会社なんでね、それがより正しい形だとは思ってるんですけどね、より正しいバランスだと思ってるんですけどね、そのだからなんかいいサービスを作ってね、使ってもらえればいいや、じゃあ会社は続きませんからね、当たり前ですけど。なので社長としてこれから小川雅美さん社長としてやられるのであればですね、まあより良いサービスをって追求するとかっていうのは当然大切なことだと思うんですけれども、まあ本当に働いてくれてる、一緒に働いてくれてる人ももうお客様であるという認識でサービスをこうどう設計するのか、どう会社を作るのかっていうのも本当にサービスですよ。でそういうのはやっぱりもうね考えないといけないっていうのが社長だと思いますね。まあ私は今ねアップバンクの社長として働いてはいるんですけどね、どちらかというとちょっと私自身が現場に来すぎてはいるのでね比較的その前者的な意味合いで言うと社長業はねやってはおりませんけどもう200人近いこの会社でね、ね、社長がねそういう社内向けの社長業放棄みたいな、そんな感じの状況ですけど、でもね社長論みたいなものたくさんありますよ、たくさんたくさん、なんかいろんな人と話をしたいなと思ってます今積極的にその今まで話してなかった人、しばらくぶりの人と会ったりとか、なんか前の上司の人とかとコミュニケーションとか取ったりとかして、いろんな社長論を聞いていきたいなと思ってるところです。ありがとうございました。はい、でも基本的にいい会社ってのはやっぱりね、従業員を大切にしてる会社ってのはね、例に漏れず基本的には素晴らしい会社が多いなと思いますよ、私は。イエイ、はい、次どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。4通目のお便り、ココレイさんからのお便りです。はい、ココレイさんこんにちは。村井さん、真央さん、アップバンクの皆さんこんにちは。こんにちは。はいどうも。真央さん、社長就任おめでとうございます。おめでとうございます。お、食べたシュークリームあるよ、シュークリームも食べてね。はい、真央さんが大好きなので嬉しかったです。ありがとうございます。真央さん
真央さんは動画で見ているとパズドラやアプリの開発をしているイメージなんですが、もう少し具体的に日頃何をしているのかを聞きたいです。社長になって変わることもあるかと思いますが、これからのことも聞かせてもらえれば嬉しいです、とのことで、こういう感じでなんか何してんの、何の会社なのか、あと子会社の仕組みがわからないとか、そのアップライムが何をする会社なのかみたいなのがね、質問が結構ありました。なるほど、教えてください。ご説明ください、ね、はい、アップライムはですね、アップバンクが、リリースしているアプリの開発だったり運営だったり、あと攻略サイトですね、攻略サイトもアプリになってますけど、運営を担当しております。あとはアップバンクの会社のハッピーバースです、ね、会社のハッピーバースまたアップバンク .net っていうメディアがあると思うんですが、アップバンク .net っていうメディアは、アップライムが作ったシステム、アップライムがあのサイトが平常に運営されるように、ってくる、あのメンテナンスしております、面倒見ております。だから皆さんがよりよくアップバンクを使えるように改善していくのも私たちのお仕事です。なのでそのコンテンツを作るっていうところはアップバンクがライターさんがいて記事をいっぱい書いてたり、スタジオ村井で動画、演者さんたちの動画見てたりとかしていると思うんですけど、それを私たちは技術で支える、でその技術でより多くの人にコンテンツを伝えるっていうのが私たちの仕事です。例えば分かりやすいのは MAX 村井アプリあると思うんですけど、 MAX 村井アプリは村井さんの動画だったり日記だったりって、いろんなところに散らばっているコンテンツを一つにまとめたことでより見やすくなったと思うんですね。あとは何度も見たくなるし、あと更新とかも分かりやすいじゃないですか、あれ一個見とけば全部村井さんの動画が終えるもんね。そうで、そういうふうにこう形を変えたり技術によってより皆さんが楽しく生活できるようなことをどんどん提案していくっていうのをやりたいと思っています。はい、まあ、中核の事業としてはやっぱり攻略サイトの運営だったりするので、ゲームを使う時にゲームを遊ぶ時にアップライムのアプリダウンロードしよう、まあ、アップバンク名義でこれからもやっていくんで、あのアプリの配信元とかは、なんか普通にアップバンクのアプリと思っていただいていいんですけど、そういうのをあの担当している会社なんだ。そうです、それを担当しております。まおちゃんの会社なんだな、とアプリ見たらまおちゃんの会社なんだなって大体思ってもらえば間違いないと思います、万が一不具合があった時も、あ、まおちゃんの会社なんだなそれじゃあ、まあ、まおちゃんのツイッターに行ってください。許すすいません、許すって思ってください。万が一不具合があったらまおちゃんのツイッターに来てなんで自分でまおちゃんすいません、私のツイッターアカウントまでよろしくお願いします。で普段、ね、おばあちゃんみたいになってますね。ちょっとね、邪魔、これね、景色の色が変わっちゃう。それそうです、外した瞬間にカラー振った、すぐかけてる時にすごいセレブのね、あのマダムみたいになって本当ですか、うん、オープンカー乗ってそうやった。これ結構なんか間抜け感やばいよ、指カットだよ、間抜けだよ普段の仕事はね、結構ねゲームしながらだべってるんでしょゲームしながらだべってる、まあ、ゲームしながらだべってることもいっぱいあります。うちのチームは新しい例えばゲームに取り組んでみんなでこう一緒にやるんですね、うん、でこのゲームってこういうゲーム性だよね、うん、だから攻略アプリってこういうものだよねとか、こういう攻略サイトってこういうのがあった方がいいよねとか、そういうのをみんなでディスカッション、ゲームしながらディスカッションすることもありますし、あとは本当に実際作る時になって、この機能ってもっとこういう見せ方の方がユーザーさん使いやすいんじゃないかっていう話をしたりとか、ただまああんまり私もその現場で一つ一つに口を出してしまうと、もうみんなも提案できなくなるし、あんまりそこまでやろうとは思っていないので、うん、朝の朝礼とかで、うん、あの今みんなどこまで行ってるのっていうのを聞いて、うん、じゃあここちゃんと詰めとかなきゃいけないから、いついつまでにレポートしてねっていうのをフィードバックもらって、一つ一つ一人に対して、あなた何やってるの、じゃあ次これだねあれだねっていうのを、細かくは言い過ぎないけど軌道修正はちゃんと、あ、そうだね、そうそう、舵取りしてるって感じ。ライン管理校みたいな感じです。恐ろしいひたすらそれをやってる感じです。はい、なのでもっと出せるものとかも幅も広がってくると思うし、うん、出ていく量が増えていくと思うので、うん、そちらはねご期待いただきたい。今ねもう絶賛育成中、みんなすごい、結構ねスプリング真央さんがね社長就任だみたいなニュースが駆け巡った時にね、うん、あ、やっぱりスプリング真央は優秀だったんだみたいな、うん、皆さん衝撃を受けておりましたけれどもね、なんか、あ、真面目にちゃんとこう話がちゃんとできる人なんだってみんな結構衝撃を受けてると思いますよ。 ありがとうございます。あーとかばっかじゃないっていうね。そうそうそう、でもそれ、そこら辺もね分かってる人いっぱいいましたよ。あ、本当ですか。あ、お便りの内容、そう
すげえじゃん。なんかね、あのいつものいつものあのパズラの音楽に乗ってふわふわしてるモーちゃんも好きだけど、すごい冷静で仕事をバッグガリガリやってるあのモーちゃんもすごいかっこよくて憧れてますみたいなコメントがいっぱいあった。すごい嬉しい。そのシーンありがとう。どっかで出てたっけ？出てましたっけね。大人の社会科見学だ。あ、そうだ。それだ。っていうのに私出ました。で、その時にすごくチームのことだったり仕事の仕方については話したので、その印象は結構強いかもしれないですね。それを見て私もあの上司なんでしっかりしようと思いましたみたいな人がね、いたコメント。嬉しいです。そういう感じ。一歩。そのメガネで言うと なかなか説得力がで5つ目いきます。最後だ。最後小枝さんからのお便りです、はいね、社長のお時間も、はいはい、社長のお時間もございますから、はい、マックス村井さん、まおちゃん、アップバンクの皆さん、こんにちは、はい、こんにちは。いつも動画楽しく見ています、うん、シュクリーム食べてね。社長になるまおちゃんにエールをとのことでお便りを送らせていただきました。え3秒ルール、3秒ルール。開いてて開いててボコンって落ちた。私は真央ちゃんの縁の下の力持ちのように皆さん、特に村井さんを優しくしっかり支えている姿がとても素敵だと思います。パズドラの動画などで真央ちゃんのサポートは村井さんのペースを乱さない自然なアドバイスで、見ている私もなんだか安心します。これからも真央ちゃんらしくみんなを包み込む包容力でアップバンクをさらに盛り上げていってほしいと応援しております。真央ちゃん社長おめでとう、頑張ってくださいとのことです。あー、なんかありがとうございます。包み込む包容力。あ、でも私ちょっと前までは村井さんちょっと待ってください。ななちょっと前までは私チームでスプリングマムさんって呼ばれました。どういうこと？お母さん。お母さん。お母さんみたいな感じだからスプリングマムって呼ばれてました。マムさん、マムさんって呼ばれて。今はもうね、みんなマオちゃんとかマオさんって呼んでるけど、ちょっと前までねマムっていうの流行った時期だった。あんま聞こえてこなかったけど。本当、うん、なんかただ私もうそれやっとかなきゃダメよとか言ってるから、 そうだね、それで、でもマムっていうのが一時期流行りました。まあそれが包容力なのかって言ったらちょっと分かんないけど、うん、まあ、面倒見よくなんかね、何々は何々ちゃんとやってるみたいなね。あ、それね、やっちゃ う、ね、それやっちゃう、気をつけないといけないと思うんだけど。お風呂入った、結構やっちゃう、ね、歯磨きした。そうそうそうお母さんか。ランドセルの中身ちゃんと詰めた、明日の朝。明日の朝やるんだったら大変だよ。シャツ入れて。包容力ですか、うん、もっとでも大人になりたいですかね。まだちょっとキャピキャピっていうか、わちゃわちゃしてますよね。そうだよね、まあ、小動物っぽさが、ね、売りでもありますから、ね、社長としての貫禄とかまだもう皆無じゃないですか、やっぱり、うん。でも真央ちゃんがあの社長みたいな感じ、なんかパリッとしたシャツスーツとか着て、うん、なんかこうこうメガネとかかけて手帳見て次何々何々見てる。それはちょっとね、真央ちゃん、あれ前の真央ちゃん帰ってきてってなるかもしれない。なんとか重工とのミーティングリスケしてもらった。社長っぽい、社長っぽい、やばい。いきなり製造業とか。確かにね、こんな感じでもぐもぐシュークリーム食ってる人がさ、従業員今20人ぐらいですか、ね、あ、まだアップライブはどれぐらいですか。12人かな。22人ですか。そんな会社のなんか社長だとか、なかなかすごい話ですね。すごいですよね。私もびっくりしてます。でもね、もう決めたので覚悟を決めて突き進んでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい。ちょっといろいろとなんかそのまおちゃんがよりこう仕事に集中するという話の中でちょっと野暮な質問はやめておきますね。何ですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。私マックス村井さんと動画にも 出続けますからね。そう、それをね、心配する声も結構あった。なんか社長になったら動画減ったりするんですか、うん、もっと今まで通り動画いっぱい出てくださいみたいなコメントも結構あった、うん、出ます出ます、うん、出ます。まあ、実際のところ多少は減るんじゃないですか、まあ、ちょっとぐらい、まあ、時間がなくなるっていう意味でね、今日もね、かなりタイト社長ですから、この30分しかなかった。そう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 、もう今23分撮ってるから、お昼ご飯もう全部もう買ってこないと、うん、まーちゃんのこの30分を、今日だけ貴重な時間が、この30分を撮ったらまーちゃんは今日もうご飯食べれんで、スナックマオまでと思って、スナックマオ楽しみ、美味しい料理楽しみ。はいはい、まあ、実際のところはね、でもね、ニコ生とか毎週ありますし、あ、そうか、スナックマンもありますし、ね、うん、そういうところでぜひともお楽しみください。いや、スナックマンはいいと思うよ、スナックマンは、うん、
今日もねいいお便りいっぱい来てました、ね、あマジで、はい、ぜひ今日私と、まあ、これ金曜日だっけ、あ木曜日、そうか、今日です、今日です、皆さんそうだ、今日の今週からお便り木曜日になりました、なりました、 Today じゃあで今日の夜 だスナックマオ、うん、概要欄にリンク入れておきます、いいですね、じゃあこの動画見てくれてるってことは、うん、トークベースのそうだそうだトークベースの番組好きな方多いかもしれないので、うん、ぜひスナックマオ見てみてください、うん、スナックマオはですね来週はトモくんズバーですけどね、はい、2週に1遍あれゲスト決まってねえな、忘れゲスト決めてねえな、まあいいや、その次の週まあいいや、なんでもないです、はい、スナックマオとかはですね、はい、あの毎週木曜日ニコニコのマックスムライブで、夜もう定例で放送を今年から始めてまして、2月から始めてまして、はい、でその木曜日の、レギュラーコーナーみたいなものが何個かあるんですけど、その中のもう柱の一つがですねスナックマオでございます、うん、まだ1回しか放送してませんけれども、あの初回めっちゃ面白かったです、大丈夫でしたね、あの初回すごかったな、あれ結構崩壊してあの初回すごかったな見返して結構反省してますから、コスケが頭もね、そうそうそうなんかもうなんかよくわかんないことになって、私も記憶がないですからね、同じこと4回言ってたらしいんですけど、言ってた4回かな、4回から最後すごかったすごかったそれを見返したの、あ4回も言ってると思って、同じことどんどんカメラ近づいてそうそうそうお願いします、言わせてくださいよさっき言ったやん、崩壊してた、完全に崩壊してた面白かった、はい、あなたね、みんなスタッフさんとかみんな機材こう片付けて、私たちも次の打ち合わせとかね、いろいろ中ジョディとかみんなとこうしてる時とか、まーちゃんずっと寝てましたからカウンターでツイッターで見た、あのこの人の、ね、そう放送終わった瞬間寝ちゃったよみたいな寝てた帰るぞっつって、みんな帰るぞ、みんな帰るんだぞって、ほら起きろ、ほら起きろ、バシバシバシ、それカウンターで1時間ぐらい寝てた、そう、がっつり寝てた、びっくりした、家に帰ったえ、なんでこんな遅いのってなって1時間寝てたんだと思って、超びっくりしました全然起きねえの、そう、記憶がもう飛んでた、帰るぞっつって、ブシュッつって、今日はちょっと、あんま飲みすぎない、今日はね、セーブし、大丈夫です、まーちゃんのお酒はセーブしようと、今日は結構ね、真面目な話とか、ね、シリアスな話も多いので、そこ社長就任一発目がいきなり友達なんだ、テーマ、はい、テーマお友達に、社長関係ねえな、いや関係ない、会社関係ねえな、全然関係ないですよ、もうだっていろんな人がね質問相談したい、そうなんか話題にしたいことをネタにしていきたいので、うんうんうん、スナックマンはいろんな二大テーマですよ、前回言ったって恋愛だったでしょ、今回友達、恋愛と人間関係はもう二大テーマだよね、絡んできちゃうしね、うん、さらに愛と友情の二つだ、うん、そうです、うん、前回ね恋に適任な2人来てましたからね、そうでしょう、うん、面白かったよね、この2人ね、そう、あの、なんかね、2人すごい視点からね、うん、心さんのやつ、はい、ぜひともお楽しみください、高橋くんが来ますからね、うん、あの高橋くんが友達について語るんですよ、そう、友達って必要なのっていうね、本人が言っちゃったの、うん、はい、で今回この5通のお便りの中から MVP を真央ちゃんに決めていただくんです、なるほど、でその人がバッテリーがプラスアルファ当たるんで、おさらいしましょう、はい、おさらい、1人目からガオゾウさん、ガオゾウさんはあの真央ちゃんのアプリが芸術品って言ってた方、 ありがとうございます、で2通目スプリング真央応援団長はあのニコ生スナック真央とかを見てた方、うん、あの放送アプリ、ね、そう弾けてましたね、3通目は真央ちゃんの元で働ける人は幸せだと思いますっていうあのレイカさん、4通目は社長、あ今そのアップライムがどんな会社なのかっていう質問をされたココレイさん、うん、で5通目が小枝さんで、あの真央ちゃんのサポート包み込む包容力って言った方この5通目全員あのすごい真央ちゃん、すごいですね、今日本当にありがとうございます真央ちゃん、はい、真央ちゃん今回のいただいたお便り313通ですか、はい、ちょっとまめとくんテキストファイルでまとめて送っといて、わかりました、あ送っときます、ありがとうございます、すごいなんかそうですね、エール全部すごい、で今回こう代表してあの、うん、いろんな視点から選んだけど、みんなねすごい応援してくれてた、 ありがたい、あとね部下に慕われてそうなので社長に向いてるぴったりとか、縁の力持ちサポートすごいですねみたいな、いやそれはあるだろうな、うん、そうだと思いますよ、そうだと思います本当に、まーちゃんなんかその多分年上の人とかね、はい、年下とか年齢関係なく多分社長としていい感じできっと関係を築いていけるような感じだと思いますからね、うん、いい潤滑油、実際にね年上の方とかね、はいはい、本当に能力で言うともう、ね、あそっかそっか、はるかね我々が足元に及ばないような能力の人たちもいらっしゃるわけで、はい、ね、一緒になってねそうやって仕事していくっていうのは素晴らしい話ですね、
お力を借りて、いろんな方のお力を借りてやっていきたいと思います、はい、じゃあ MVP 選びましょうか、うん、ね、村井さんのありがたい社長論が聞けたのは多分玲香さんの時だったかな、うん、なので、うん、村井さんのありがたいお話が聞けたということも含めて玲香さんに送りたいと思います。玲香さんおめでとうございます。バッテリーが追加になります。そんなわけで、あ、ちょうどあの真央先生、真央社長のお時間と、ちょうど30分、あと30秒で30分ですね、はい、皆さんそんな感じで、お便り動画がですね、今回の回から毎週木曜日に変わります。金曜から木曜になります。事情は金曜日がなんかたくさん動画を上げることが多くてですね、ちょっといろいろ被るということ で、ね、金曜日に、木曜日になりました、今後ともよろしくお願いします。で、まあちゃん大丈夫、食べきりますか、それ動画内で食べきりますか。え、大丈夫です。動画内で食べきりますか。やるといっぱい残ってる。はい、打ち合わせ持ち越しますか。OKOKOK、打ち合わせ、じゃあちょっと次の予定があります。ありがとうございます。さよなら。失礼します。さよなら。打ち合わせ行ってらっしゃい。社長、ありがとうございました。社長、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 行ってらっしゃい。社長、社長、行ってらっしゃい。お忙しいお方ですよ、本当に。あー、行った。いや、本当にね、あの人ですね、もうスケジュールぎゅうぎゅうで、お便りのテーマを真央ちゃんのエールだっつってポンってつぶやいた後に、真央ちゃんのエールだから真央ちゃんおらんとダメだよなって言って、撮影の都合上ね、もう絶対今日収録しないとダメなんで、真央ちゃんのカレンダーを見たらないかなと思って、ぎっしり今日打ち合わせだらけでって言ってました。で、もうその別件の打ち合わせをやってたんですけど、会議室乗り込んでコン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 つってガチャッとって、まーちゃん1時から1時半までの30分間いけるかい。まーちゃん私のツイッターとか見てて、お便りですねみたいな、いけますって言って、そしたら別のスタッフがつって、今から15分でこの話終わりますかみたいな、でなんか大丈夫かな、ざわ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 ってしてて、頑張ろうって行きますって言って、で私はその時にね、頑張ろうって言ってて、よし、マオちゃんはお昼ご飯食べる時間ないから、やっぱりここはランチパック似合うよ、こういう時にランチパックはなんか似合うよね。似合いますね。ランチパックベストチョイス、食べさせようと買いに行ってきました。皆様引き続き、はい、スプリングマオ並びにですね、アップライム株式会社代表取締役小川雅美をですね、皆様よろしくお願いします。何卒応援のほどよろしくお願いいたします。で、くれぐれも言いますが、私はアップバンクの社長です。私が社長を辞めてマオちゃんが社長になったわけではございません。私はアップバンクの社長でございまして、でその子会社として、アップバンクストアとかアップバンクゲームスとか、スタジオ村井とか、子会社がいろいろあるわけですが、その中の一つとしてアップライム株式会社というのを新しく作りまして、で社長就任したと。なんか税金対策かみたいなことを聞かれたりも、ね、するんですけれども、なんかうちの会社はそういう観点で会社とか子会社化とかしてるわけではなくですね、その各々の事業を、まあやっぱり適材適所、より責任を明確に、それぞれが働きやすいようにっていう体制をね作る、その働きやすさの方を、重視した上で、それぞれね、まおちゃんもやっぱりね、社長になって生き生きしてますから。そうですよね。社長就任って言ってからの動きが違うよね、なんか変わったよね。社長就任する週前の週までなんかいろいろあってへこんだりしてましたけどね、大阪ロケとかでね。そうだね、でもなんか社長就任ですごい目がキラキラしてる。でも人が変わったようになって、でもね、立場は人、役職は人を作るとも言いますからね。なるほど。私も意気込んでましたよ。自分の国、自分の部下たちを守る頑張るんだって言ってました。私ももう10年以上前ですけど、初めてなんか部長とかなった時とか、21の時だったかな、部長みたいな感じになって、1社目ですけど、私の1社目ですけど、部長とかなって、その時で十何人とかチームを見た時とかね、やっぱり立ち振る舞いとかね、それこそ考え方とかね、いろんなことが変わったからね。あとはそうなったことでね、その真央ちゃんいろんな人に会いに行くって言ってたけど、あれすごい正解で、そうなったことでね、そのいろんな人とかに挨拶行くとね、その昔から応援してくれてた人とかが、そのますます応援するよとか、
なんかそのそういう立場になったんだったら、うん、これまではこういう話したことなかったけど、うん、その上に立つ人間みたいな立場はこうなんだよみたいなことを俺なりにちょっとお前に教えるわとか、うん、いろんな人も教わってね、私も世界変わったんですよね。なるほど。その部長になるならないみたいな、その21歳の時、ね、全然変わんねえだろうとか思ってたんですけど、ただね、自分自身の気持ちもね、周りの人のなんかこう私に対する対応もね、いろんなものがね変わってね、まあ合ってたんだと思うんですけどね、そのやっぱりそういう風になるのが嫌で、やっぱりもう本当最後の最後まで現場主義で、あくまで俺はプログラム書きたいんだみたいな、なんかね、数々のプロジェクトを成功させて、もう成功させたから君ちょっと管理職としてみんなを見てよみたいなことに対して、もう絶対嫌だ現場で出てたんですかっていう人たちもたくさんいるし、ああいますね、うん、まあ私はでもなんかね、その社長とかもそうなんですけど、私も結構現場の人間ですからね、社長になった今も現場でふわふわしてますけどふわふわしてますけどね。そうだから真央ちゃんは多分ね、うん、その社長としてね、うん、その会社をその事業として分社化してね、うん、その責任を持ってそのチームのみんなを見てみたいなこと、うん、多分合ってると思うんでね、そういう意味でね、子会社にして責任持ってもらってみたいな、だから素晴らしいことが起こってるわけです。真央ちゃんだけじゃなくて、真央ちゃんと一緒に働いてるこの部下のメンバー、ね、メンバー変わったよね、すごい、なんか俺らも頑張るぞみたいな感じですよ ね、うん、すごいやる気に満ちてる。他に別に何も変わってないんだよ、置かれてる環境も、うんうん、普段関わってるクライアントも、うんうん、メンバーも何も変わってないんだよ、で、ね、うん、でもこれだけみんながね気持ちが変わって、うん、一致団結した感じありますよね。素晴らしいです。これがね本当ね、いいサイクルで回していけるかどうか、やっぱり今はやっぱり刹那的にね、会社できた、社長だ、チームが新しくできたみたいな、俺たちのね、うん、なんか会社をちゃんと回していくんだみたいな感じで、スタートはねやっぱりね酔っ払いますからね、うん、なるほど、スタートは、うん、はっきりんや、大丈夫ですか。もうねスタートは酔っ払うんですよ、うん、酔っ払う、お酒に酔っ払うっていう意味ではなくてね、あちゃこちゃ行きそう、行っちゃうんです。いや気分が高揚してテンション上がって、あ、まあ、うん、なんか酔っ払った時みたいにふわふわして、なんか楽しくなっちゃって、うん、なんかねそういうその高揚感みたいなものとかっていうのはね、刹那的にグッと人を動かすんですけど、うん、でも会社ってのは継続するものですから、やっぱり酔っ払った状態で走り続けるのも無理なんで、うん、いつか酔いは冷めますから、うん、その時にねなんかね、あの虚しくなってしまったりとかする時があるわけです。もしかしすごい空回りしてたりとか、うまくいかなかったりとか、まあ特に事業がうまくいってればそのまま順調ですけど、うまくいかない時に、うまくいかなかった時に、創業の時のテンションとかスタート時のテンションとかがね保てなくなった人たちとかはね、どうしたらいいんだみたいな不安定になったりとかあるからね、まあ正念場ですよ、半年ぐらいが正念場じゃないですかね、会社社長スタートってのはね。なんかスタートダッシュの時に村井さん、なんか昔占いの話で、はいはい、村井さんと宮下さんは火みたいな、うん、ありますね、はいはい、で真央ちゃんあれ風なんですよ。ほうほうほう。でその火とか風っていうのは、火はすごいバーっていくけど、風はその火をサポートして、その火を盛り上げるみたいな感じの役割じゃないですか。だからなんか真央ちゃん自身が、真央ちゃん自身がこのメンバーがこう燃えてる火をなんか風煽ってなんか大きくするっていう意味では、すごいそうだ、ね、いいサイクルに な、ね、うん、なりそうですよね。だから本当に多分こっから半年が正念場でございますよ、うん、半年乗り切れてね、そのある程度安定できれば、うん、安定できればね、そこからいろんなこと挑戦できますからね、うん、みんなのテンションというかね、うん、気持ちをどうやって、うん、あの前へ前へ進めていくのかとか、真央、うん、ちゃんの力の見せ所ではないでしょうか、うん、皆さんもぜひともですね、スプリング真央、うん、応援のことよろしくお願いいたします。じゃあ今週はこんな感じで、はい、はい、すごいいい回だったな、真面目だった。今日の夜ね、はい、よろしくお願いしますとか言いながらね、スナック真央という、うん、あのこのさっきシュークリームこうやって両手でこうやってもぐもぐって食べてた小娘がですね、あのただなんか酔っ払いながらこう管を巻くっていう生放送がニコニコでございますので、スナックマンもどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあさよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みではない方はぜひとも、概要欄のリンクから登録をよろしくお願いいたします。アップバンクでは、コスケとかバイヤーとか高橋くんとか、いろんなチャンネルがあるので、ぜひとも
すべてご覧くださいませ。はい、それではまた他の動画もご視聴ください。さよなら。なんか段差を乗り上げてしまった。